皆さんおはようございます。3月24日木曜日午前10時になりました。カナムイカラハーイ SOS ネットカララジの時間となりました。パーソナリティはトゥーバカッチンヤイビン、沖縄市社会福祉協議会の上原と、はい、デイサービスセンター塩野小瀬です。とイズでお送りいたします。この番組は地域の行方不明者また認知症行方不明者ゼロを目指す番組です。認知症は誰もが関わる可能性があるごく身近にあるものです。そのことをできる限り早い段階から啓発することにより地域全体で理解を深めることにつながります。警察、行政、消防の三位一体となる基盤をもとに徘徊者通報が出た時の緊急支援体制を含めたラジオ予防啓発番組になっています。この番組はデイサービスセンターシオン株式会社国健システム au ショップネーブルカデナ店有限会社ケーテル沖縄ソフトバンクネーブルカデナ店中野町店イオンモール沖縄ライカム店FM 小里沖縄県認知症行方不明者家族の会そして沖縄ハンズオン NPO の協力で FM 小座より生放送でお送りしています。皆様どうぞ10時から11時の1時間最後までお付き合いください。皆様からのこの番組に対するメッセージや曲のリクエストそして番組に関する質問もお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で761@fmkoga.jp 761@fmkoza.jp いずれも番組名カララジとお書き添えください。ラジオネームも忘れずにお願いします。ファックス電話番号は 098-934-8653 934-8653また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。FM コザのホームページからも見ることができますのでどうぞお楽しみください。オープニング曲はイッツでオーバーザレインボーでした。皆さんおはようございます。おはようございます。今日はたくさんの、はい、方がラジオに来られてるんですけども、はい、また一度ですね CM を挟んで進めていくのですけども、今日はですねゲストの方をお招きしておりまして、小瀬さんやっと会いますね、はい、そうですねやっと会いましたね初、はい、めまして、はい、またそうか初めてです僕はい、また CM 開けてから今日のゲストとテーマを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。ラジオ聞いてますよ。一回出演だけど僕ずっと聞いてたので。入れ替わりなんですね。今日初めて会えると思って。今日いけるかな。ちょっとバタバタしてたのでもう急いでわあ。でもラジオはずっと聞いてます。今リスナーの方リスナーの人たちよろしくお願いします。はい。はい、ね、はい、そうです、はい、いつもお世話になります。よろしくお願いします。ちょっと見守りいただくのもな新年度入ってからもやりますね。すみません。ああ、大丈夫です。また会があれば教えてもらえればぜひ参加したいので、はい、よろしくお願いします。CM 開けましたら最初に今日のテーマとゲストを紹介しますので、
最初にちょこっと私から名前を紹介するんですけど、一人ずつ自己紹介もお願いします。とレギュラーゲスト若葉さん。この映像インターネットで映ったらびっくりしますよ、ね、YouTube で見たら、あ、映ってると思うでしょ。20秒前です。ただいまの時刻10時7分になりました。 FM 小山のスタジオからカララジを生放送でお送りしております。はい、では早速今日のテーマを紹介していきたいと思います。今日のテーマが認知症をサポートする人たちということでですね、はい、今日はその認知症をサポートしていく人たち、また職業とかですね、いろいろ地域でボランティアをされている方たちを、まあ、ゲストに招いて、その内容でトークお話ししていきたいと思います。はい、まずレギュラーゲストで株式会社国研システムから若川さんです。よろしくお願いします。おはようございます。国研システムの若川です。今日も11時までよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そして今日のゲストは NPO 法人気づきの作川さんです。はい、よろしくお願いします。と沖縄市役所高齢福祉課から来ました大泊さんです。よろしくお願いします。おはようございます。はい、NPO 法人気づきの作川と申します。お久しぶりです。また今日も皆様とお耳にかかります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、初めまして、沖縄市役所高齢福祉課から来ました大泊和恵と言います。今日は初めてなんですけれども緊張してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。作川さんはお久しぶり、1ヶ月ぶりぐらいの、ね、はい、はい、また今日もいろいろたくさん教えてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、大泊さんは同じ作田さんがですね、以前にラジオの方で出演してもらって、また大泊さんが今日はこのね、認知症サポーター養成講座の事務局としていろいろ告知していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。じゃあ早速この認知症サポーター養成講座のですね、説明も兼ねて告知の方よろしくお願いします。はい、はい、まず認知症サポーターっていうもの自体なんですけれども、これは皆さんが認知症を正しく理解して、で認知症の人やその家族を温かく見守る、応援者のことになります。なので、こちらの方は誰でも受けることができます。地域の方ですとか、あと職場単位でも受けることができます。であとは学校とかですね、そういった方たちにも受けてもらうことができます。で、講師の方はキャラバンメイトといって、専門知識を持った人たちが講師としてちゃんと勉強をして、でその方たちが出向いて無料で講師の方をしていきます。なのでこの講座を開くのに特に費用とかはかからずにできます。なので、一応ですね、こちらの方に役所の方にですね、問い合わせをしていただいて、で、日にちとか場所とかを決めていただいて、それで申し込みの方をしていただけたら、こちらの方で調整の方をしていきますので、そういったものになります。はい、はい、ありがとうございます。はい、大泊さん、これは、認知症のことを全然知らなくても、そのサポーター養成講座っていうのは受けることはできるんですか？そうですね、今今年度は小学生に対しても行ったので、小学生とかやっぱり全然
認知症っていう言葉自体知らない子たちもいましたので、そういった子たちにもその人たちに合わせた講義内容を組んでちゃんと講義しています。ああそれはいいですね、うん、ということは小学生から、まあ、割と年齢のいった方々まで認知症のサポーターになろうと思ったら、どなたでもそういう講座を受けたいんですけどっていうことが言えるっていうわけですね、うん、そうですね、はい、これは何時間ぐらいの講座ですか。一応1時間以上受けていただけたら基礎知識から予防法とか対応の仕方とかそういった細かいところまで、うん、お話ができると思いますの でもっと専門的に聞きたいとかっていうでしたら、まあ、2時間ぐらい聞いていただけたらもう完璧だと思います、うん、はい、これはいつどこでそういう講座が開かれてるんでしょう。一応10人以上の団体で申し込みの方ができますので、いろんなサークルだとか、あとモアイとかそういったメンバーでこう認知症についてお勉強したいな、ちょっと知りたいなっていうのがありましたら10人集めていただけたらいつでもどこでも沖縄市で開催ができますので、はい、モアイとなると居酒屋とかあると思うんですけど、はい、そうですね、そういうところでもやってくれるんですか。お話をするそういう環境であればこう静かな講義がねちゃんと聞けるような環境であればいいとは思いますので、うん、なるほど、はい、はい、これ主な内容っていうんですかね、はい、この認知症サポーター講座、うん、養成講座の、はい、大体こういう内容でやるよっていうのが、あ、講師がいらっしゃいますよ。はい、実は私、はい、認知症サポーター養成講座の講師を、何度か、行っています。ベテランです。ありがとうございます。ですね、内容は、認知症っていうのが、どういう病気なのか。というようなことからまず入っていきます、うん、認知症でご存知のように前は、地方と呼ばれていました。沖縄では昔はカニハンリトーンとか、うん、よくそういう言葉使われてましたね、うん、やっぱりそういう地方とかっていうような、言葉には少し、侮蔑的な差別をするようなニュアンスっていうのが含まれていたということで、この認知症っていうそういう病名に変わりました。それがどういう病気なのか、そしてその認知症にも実は100以上の脳 のダメージを受けるその要因があるんですけれども、それによって認知症の症状が変わってくるんですよ。そういうことでその認知症 の病名によってどんな変化があるのかということを分かりやすく説明をしていきます。そしてその最後はその認知症の方々に関わるための基本的なこと、それが詳しく説明されていきます。例えば認知症の方、それぞれが人格を持った大切な方、その方々にお話をするときにはしっかり目を見て、ゆっくりもう本当にいろんなことをスピードについていくことができなくなってくる方々を認知症と言いますので、ゆっくりと聞きやすい言葉で話しかけましょうとかっていうそういうことを、伝えていくことになります。そういうような感じですね。具体的にじゃ分かりやすくですね。そうですね。勉強できるわけです。あ、はい、すごい。佐久さんが習いたいですね。ありがとうございます。僕も習いたい。今すでに今でも分かりやすかったですから、ね。すごい。はい。今、大泊さんから説明があったように、サークルとかモアイとか10名ほどお友達を集めてもらって、うん、そこで事務局の方、あとで電話番号ももう一回教えていただきましょう。そこに電話をすると、講師の方もこちらで選定して派遣をさせていただきます。もちろん無料です、うん、さらにそのテキストも、それからなんと、そのサポーター一人一人に配られるオレンジリングっていうのがあるんですけど、うん、それも、皆さんに差し上げることになっています。なんかこれサポーターにとって具体的に何かをしないといけないとかってもあるんですか。何か、うん、どうでしょう大泊さん。特別何かをするっていう人たちではなくて、うん、もう地域で見守っていこうっていうことなので、うん、まあ、近所のおじいちゃんおばあちゃんがちょっと気になるなって言った時にそれを見守って、でもし何かあった時にはちゃんと専門のところにつなげていくっていう、つなげていってほしいなっていう
そういったのを、まあ、基礎知識がないとそういった異常っていうのもわからないので、なので、まあ、みんなで基礎知識を持って正しい知識ですね、あの結構ですね、皆さんこの講座を受けた後にあの間違った知識を持っていたとかそういった意見も聞かれていましたので、あの、まあ、結構ねそういうふうに間違った知識を持った人たちっていうのも多くいると思いますので、あの正しい知識を持っていただきたいと思います。はい、そうですね、今あの語られたように特別なことをする方々ではなくてサポーターなんです。沖縄市には琉球 FC サポーター、広島東洋カープサポーター、おそらくたくさんいると思うんですけど、認知症のことをよく知って認知症の方々、隣近所の方々を温かく見守って正しい知識でみんなで支えていきましょう、うん、そういうあなたは一員ですよって、私そういう一員になりましたというような、そういう軽い気持ちで考えていただければ嬉しいですね。わかりやすいですね、応援だみたいなもんですね。じゃあそうです、そうです、今までこのサポーター養成講座を受けてきた、まあ、場所というか団体で、なんか印象に残っている団体とか、まあ、あのこういったところも受けるんだとかっていう場所とかってありましたか？そうですね、はい、今年度は学生に対してやっていこうっていう目標を挙げていたので、小学校で2個できたのと、はい、あと高校生に向けてもできたっていうのが、まあ、あの学生なのでやっぱり人数も多く要請できたっていうのがあのかなり大きかったですね、うん、あとは、まあ、自治会もかなりあの受けていただきましたので、まあ、自治会もね、あの結構高齢者の方もあの把握していると思いますので、そういった方たちも地域で活躍されていると思います。であとは、そうですね、高齢者施設だとかそういった事業所にもあの対して、やはりあのこの認知症に特化するっていう講義っていうのをなかなかあの聞く機会がないっていうのもあって、あそうだったのかっていうのもやっぱりあの意見多数いただいていますので、そういったところでもあのやっています。あとは、タクシー会社ですね。タクシー会社はやはりもう24時間あの動いているということで、あのそういった理解をいただいて受けていただきましたので、あのかなり心強く見守っていただいていると思います。はい、これは受けた方たちで、例えば小学生、中学生、学生ですね、はい、何か受ける前と受けた後の感想でですね、何かもしあればちょっと聞きたいなと思うんですが。そうですね、小学生はあのもうさっきも言ったかな、認知症自体初めて聞いたっていう、ね、っていう子たちもいましたので、そういった子たちが、あ認知症の人ってこうなるんだっていうのをあの理解していただけたっていう、でやはりあのそうですね、で高校生に対してはあの認知症っていう言葉とか認知症の人ってこういう人なんだとか、そういったのは一応把握はしているようなんですけれども、あのなかなか会ったことがないとかで、あのバイトしてるとちょっとなんかこう接客に困ったようなことがあったんだけど、そういったのを、あこういうことだったんだなとか、そういうのでこう照らし合わせることができたりとか、今後はこういうふうにしていきたいとか、そういった意見も聞かれましたので、だいぶあの、まあ、若いうちからねこういったのを勉強していただくことで、あの今後のね私たちも心強くあの見守っていただけるんじゃないかなと思っています。高齢者の方で受ける人もいます、はい、そうですね、認証80歳とか90歳ぐらい、そうですね、70代80代も、うん、方もいらっしゃって、そういった方たちも、まあ、あの認知症自体があのもういつ誰がなってもおかしくないっていう病気なので、なのであの、まあ、そういったのをこう
自分もちゃんと予防しなきゃとかそういった気持ちで聞かれて、でこういうふうにしたら予防できるんだっていうのを理解して変えられて、で明日から頑張ろうっていうふうな笑顔で変えられていますね、はい、認知症に備えるってことですね、はい、そうですね、実はですね、今年度は小学生中学生にということで特徴的な活動をしてきたんですけれども、それ以前は今おっしゃられるように65歳以上の方々がサポーター養成講座を受けるっていうのが意外に主流でした、例えば民生員だとかそういう方々を抜いてですね、一般の人ではっていうのは、自分が認知症じゃないか、認知症にならないためにどうしたらいいのかっていうようなものが第一的な、やっぱり一義的な目的っていう、ようなこともだいぶあったんですけれども、今年度はそれだけではなくて、そういう方々にもまた、そういう話をしながら、若い小学生中学生高校生にも、認知症っていう高齢者とどう関わればいいのかっていうところが浸透していったっていうのが、大きな働きだったのかなというふうに思っています。でこの食べ物で例えば魚介類が話は変わるんですけど認知症に効くよとかですね、こういう内容なんかも入れてもらえたら嬉しいですね。そうですね、高齢者が多い時には例えばよく言われるのが赤ワイン、ポリフェノールとかっていうのがいいよ。ただですね、これは度が過ぎたらまたダメなんですよもういましたね、赤ワインがいいって言ったら、次会った時にああもういいって言ったね、これ毎日晩酌で赤ワイン一本開けてますって , 笑ってしまったんですけど、やっぱり何でもそうですけれども、度が過ぎてはいけない。やっぱり就活、生活習慣病を予防して、やっぱり人とのコミュニケーションを取ってストレスなく楽しく人生を生きていたら、認知症っていうのにはかからない。それからサポーターになって役割を持つ方、その側に回るっていうのが一番いいのかもしれませんね。小梅さんのところは、はい、サポーター養成講座は受けられましたか？職員の一応認知症のことについて職員一人する勉強はしてるんです、うん、このサポーターの受けたことないので、ぜひ他の事業所もやってる福祉デイサービスとかもあるんですよね、はいはい、ぜひ支援の方も受けたいなと思ってるのでよろしくお願いします。私はすぐそばにいますので、はい、よろしくお願いしますぜひぜひ、はい、そうですね、専門職の方もそうでない方も等しくやっぱりそれをこう受けていただいて、みんなが応援団になるっていう、そういうことができたら素敵な沖縄市になりますね、うん、ちょっと思ったんですけど、この、サポーター養成講座に勉強とあと、ハンズオンさんのこの芝居なんかも一緒にセットでやったら面白いかもしれませんね。認知症に関しての逆に芝居をすることでロールプレイになるんで、もっともっとよく理解したいっていうふうに思ってる学生たちが多くてですね、結構福祉の分野に将来、就職したいという人が多いんですね。ぜひ使っていただければ嬉しいですね。そうですね、はい、今年度はこのハンズオンさんのやっているキッズデポの方で、もう養成講座やらせていただいたんですけど、その時にはお芝居も含めて、はい、やったので、やっぱりこの子ども向けにはお芝居とかがあると、そこはすごい集中して、そうです、ね、静かに見てましたので、キッズスタディみたいな感じで、こんな時どうする、どうした方がいいって問いかけて、子どもたちなんか問題形式みたいな感じでやって、とても良かったです。面白い、反応もよく、みんなこうしたらいいんじゃないって意外な意見が出たりとか、大人も学習できました。認知症このサポーター養成講座、もっと時代がこう変わっていくとですね、5年後10年後の話なんですけど、もしかしたら内容もかなり変わっていくんじゃないかなというふうに思うんですね。もっともっと例えば認知症とこの薬とか、もっとこうなんていうんですかね、専門的になっていく、もっとこうな、もっと人の関心が高まるとですね、もっと細かく内容を知りたいということで、認知症サポーター養成講座、A とかですね、B とか C とかアドバンスとかですね、こういうふうになっていっちゃうのかなと思うんですけど、より専門的なもの、はい、より専門的な、どんなですかね。そうですね、やはり
前受けたことあるよっていう人も中にはいらっしゃるので、うん、そういった方たちがまたこうステップアップできるようなことをちょっとは考えているんですけど、まだ考え中なのでちょっと公表はできないので、ちなみにこれ何回受けてもいいんですか？はい、やはり講師によって何だろう、内容は一緒なんですけど伝え方が違ったりとかで、前聞いた時とちょっと違う印象になったとか、そういったこうその人もの持っている専門知識とかっていうのがやはりこういろいろ違いますので、講師によっていろんな聞こえ方がありますので、何回受けてもいいかなと思っています。ぜひ認知症と徘徊とかですね、見守り、あるいはまた認知症と保険ですね、前の列車の事故がありましたよね、損害賠償になった時にどういう保険に入ればいいかとかですね、今度認知症講座とまたそこ関連する、サードセクターというんですかね、こういういろいろ保険会社とかいろんなところ結びつきですね、あればいいな、とこれ聞いてる保険会社が連絡来たらいいんですよね。そうですね、はい、このですね、講座のいいところは、やっぱりそういうようなところ、例えば実際に認知症の方を介護している家族の方がいれば、家族会っていうのがもうすでにあるんです。そういうところを紹介をしたり、それから施設のことも紹介できるし、それから軽い認知症だと思うんだけどなかなか病院に行ってくれないんですよ、まあ、一番それ困るんです、最初の頃なかなかそういうような専門の病院に受診をさせようとするけれども、ご本人が拒否をされるっていう、じゃあそういう時にどうしたらいいのかっていうところで、どこに電話をしてどこのサポートを受ければいいのかっていうところまで詳しくまた、案内をすることができますので、次の段階っていうのもまた進むことができるんですよ。個人的には認知症と見守り機器ですね、お母さんいらっしゃってるんで、そうですね、そういう講座もあったらいいなと思いますね。また上原さんのところでもありますし、そうですね、こういう今自宅でやっぱり介護してる人たちですね、やっぱ IT 機器はとっても必要だなって毎回思いますね、ぜひ、はい、そうですね、そうですね、はい、すいません、さんが IT 機器ですか、サポーター講座の養成講座の講師っても面白いなと思うんです、はい、とんでもございません今私も皆さんの話が本当にもう聞き入って、ついついラジオに参加していることをすら忘れてました。私は、私は国研システムの方ではですね、今見守り機器ということで県内で開発し普及していこうということで今、取り組んでいますけど、この見守り機器もですね、今モニターで何人かの方に実際お使いいただいてるんですけど、まずあるそのご利用していただいている方からですね、ちょっと便利すぎて何ていうか便利すぎてというか油断をしてしまうというところがあったと、安心してしまうところがあったりするということで話を聞きましたので、今後どんどんですね、今この世の中に出ているこの IT 機器、当社だけではなくてですね、全国的に世界的に出ているものがどんどん進化していくにつれてですね、もしかすると見守りが本当にテレビの世界じゃないですけど、ロボットが人の形をしたロボットがですね顔認証装置かなんかもついていて、で見守り対象者の方を認識しながら、でその方が例えば外出したらアラートを鳴らす、あるいは家族にメールを通知するとかいろいろ出てくると思うんですね。どん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 便利になってくると思うんですよ。そうするとより一層ですね、こう油断というところがもしかしたら出てくるかもしれないので、今後はもしかしたらこのサポーター養成講座の中にこういった IT 機器を使った場合の注意点というかですね、そういった促しというかこの辺も講座の中に入ってくるかもしれないですね、今後は。そうですね、はい、実は重要なつながりがあるんですよ。サポーター養成講座っていうのは極力認知症、認知症病気なんですけれどもなっても地域で、要するに施設に入るんではない、病院で鍵のかかったところにもう入れられるんではない、地域の方々で見守って地域で穏やかに生活ができるように、それを今の、システムもサポートする方ですから、本当に認知症っていうのが怖くないんだ、自分はもうすぐ病院に施設に
というところでいられるのではなくて、地域で温かく見守って、ある程度のところまでは地域で自分は生活することができるんだというようなことになれば、それには人も必要だし、それからやっぱり IT のそういう技術も必要だし、いろんなものを駆使しながらそれを支えていけたら一番いいですね。やっぱり思いとつながりが大事になってきますね。そうですね、うん、やっぱり機械もそういう目的で作られていきますの で、 でそれを使う人たちもそういう思いで使ったらさらに生きてくるということですね、うん、そうですね、はい、まあ、もう本当に機械はあくまでも補助的なもので、まあ、介護している方たちがですね、少しでもこの、負担を軽減できればというところで、やっぱり活用していってもらえればなと思ってますね。嬉しいですね。謙遜ですね。普通、機械を作ってる方はもうこれ上等ですよとしか言わないですけど補助です、作ってる方が補助ですって堂々と言えるっていうのはもうありがとうございます、はい、また先ほど大泊さんからもあったんですけど、沖縄市の中でのこのサポーターの人数の目標っていうのが今年度あったみたいで、何名いたんですか、ね、じゃあ今年度の目標は1000人を養成するっていう目標だったんですけれども、うん、今の時点で1500人は行ったので目標達成になりました、うん、はい、ありがとうございます。沖縄県の人口は、沖縄市の人口は14万人の中で1500人が認知症サポーターになったということで、うん、活動は今年度からではなくてこの去年からもされて、そうですね、数年前からは、うん、数年前からやっているんですけど、うん、今全体でもうずっと前年度とか合わせていくと3700人以上は養成できているのでなんですけど、ちょっとまだサポーターの人数はこの人口比で比べたらちょっともうちょっと養成していかないといけないっていう風な感じですね。うん、この認知症サポーター養成講座、実は国の、認知症の方々を支えていく施策の一つで全国で行われているんです、うん、そうすると全国レベルで考えると実は沖縄市はまだまだっていうところなんです、うん、ですから今日ラジオのところでもこれから大泊さん少し皆さんもう一度 PR しますけれども、はい、ぜひ、いろんなところからうちでも認知症サポーター養成講座を開きたい、ぜひ電話を聞いていたら、コンビニの職員の集まりでとか、あるいはスーパーでとか銀行でとか、やっぱり高齢者が行くところですよね、うん、そういう方々の職員さんが集まって本当に10名ぐらいでももう喜んでそれ行きますので、そういう方々あるいは、何か趣味のサークルの方々で10名ぐらい集まるのでっていうようなところでどんどん申し込んでいただければっていうふうに考えてますので、そうですね、お泊さん、はい、はい、そうですね、介護現場などこの学校現場のみならず企業の方たちにもぜひ受けてほしい講座ですよね。そうですね、やっぱりこう問い合わせが銀行とかからもあるんですけど、うん、通帳を何回も作りに来るんだよねって言って、やっぱりそうなると認知症の疑いがあったりとか、うん、そういったのもありますので、そういった方たちがこうやはり安心してその銀行に毎日行っても安心して生活が継続できるような形でしていきたいので、なのでこう銀行の人にもやはりこう知識を、正しい知識をですね、うん、でそこでこういうふうに対応するんだよっていう内容をお話もできますので、なので銀行とかですね、あとちょっとスーパーとかコンビニとかはやはり高齢者がかなりね立ち寄るようなところなので、そういったところにも
受講していただけたらなと思っています、うん、はいはい、でしたらまたあのね今日静かですね。なんか真面目に聞きたくなるような内容ですね。聞いてる感じがします。あのレギュラーの方々が今日静かなんですけど。でももう一度あの告知の方もしてもらいましょうか。はい。はい、サポーター養成講座のですね、再度お願いします。はい。認知症サポーター養成講座の方は10人以上の団体の方が、集まっていただけたら、そちらの方に、出向いて、講師の方を派遣して、講座の方を開くことができます。で、時間の方は1時間以上になっているんですけれども、費用の方は無料になっています。希望の日にち、時間、と場所の方を決めていただいて、沖縄市役所高齢福祉課の方に申し込みしていただけたら、講師の方の調整とか日程調整とかの方も行っていきますので、はい、よろしくお願いします。例えば佐古川さん希望とかもできるんですか、講師で。そうですね、指名していただけ、はい、あ、それもできるだったらこの講師の方が日程調整が可能であれば、はい、できます。じゃあぜひ佐古川さん指名で市長の方でお願いします。よろしくお願いします。はい、実は私たち沖縄ハンズオン の、まあ、ユースクラブのメンバーたちもですね、来週佐久川さんを講師でサポーター養成講座をしていただくことになっているのですけども、本当に生徒たちもですね、この去年からこうやって認知症のことの、まあ、シンポジウムとか模擬訓練とかに携わる中で、もっとこの知識を深めようっていうことが心に湧いてきたみたいでですね、ぜひ受けたいですっていうことで今回開催することになってます、うん、そうですね、はい、またよろしく。認知症が不治の病でやっぱり治らないっていうことで、以前佐久川さんがおっしゃってたように、やはりこう脳の病気というのは治るまで時間かかったりとか、やっぱこう普通の体の病気と違ってですね、やっぱありますんで、いかに人間が弱い存在かということを知ることが、恐怖とかですね、こういう危機感に対応していく力がつくんじゃないかなと。でジャングルでやっぱりこう草食動物がライオンに襲われるときなんか、自分たちがいかに弱い存在かということが分かることで対応ができていると思うんですね。人間もそうだと思うんで、その今認知症のこの対応策を分かればですね、未来には安心して暮らせるんじゃないかなという思いがありますね。はい、ということで、はい、何か最後に質問とかもありますか、小梅さん、上原さん、若川さんですね、自分の方からいいですか、はいはい、もしね認知症サポーター養成講座を受けて、ま、もっと知りたいとか実際の現場、例えばデイサービスとか高齢者施設にも行ってみたいってもし言う人がいるんだったら、ぜひそういう高齢者施設にも紹介してもらえればもっと実際の現場とか見せることができるのかなと思うので、そういうのももし興味がある方がいたらお願いしたいなと思います、はいはい、そうですね、そういった意見があった時には、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、最後の思うのはやっぱり警察と消防学校ですね、はい、そして行政の内部でも全員学校をやはり受けていただきたいですね、はい、裁判所もですね、そうですね例えば成年後継人の話に戻っちゃうんですけれど、やはり認知症に対するやはりこう理解ができて初めてそういう手続きをする方たちというのは必要なんじゃないかなと。公の機関ですね、認知症に対する知識があればこれはとても素晴らしくなると思いますね。街が変わっていきそうな予感がします。特に警察は全員受けていただきたいですね。全員お願いしたいですね、はい、もしここに今、沖縄署にもお願いしてるんですが、ゲストとして来ていただけたらですね、今質問書を送っておりますので、調整中ですので、はい、また今後ですね、FM 小座のカララジの方に出演していただく機会、予定ですので、はい、よろしくお願いします。
また言われちゃったよって感じで、はい、では曲、うん、いきたいと思いますか、はい、皆さん準備大丈夫ですかね。ああ、ごめんなさい。はい、今日はですね、皆さんで歌を歌いたいなと思いまして準備してきました。はい、タイトルはチムガナサブシです。皆さんご存知でしょうか。はい、知ってます。私も準備したので一緒に歌えないかなということで今日は準備してきたんですけども、はい、チムガナさんですね。よくあの私たち、まあ、私とトゥーバさんと一緒に歌ったりで、ユースクラブでも歌ったりするんですけども、まあ、この真実の愛ということでですね、この認知症の方たちもまた高齢者の方たちも地域の人たちに見守るっていうことですねがあると思うんですけども、そこをまたこの愛をですね持ってみんなで守っていこうっていうことで、この歌を、まあ、聞いてるラジオ聞いてるリスナーの方たちにも、はい、送りたいと思ってます。はい、1番と2番と5番をみんなで一緒に歌いたいと思います。連想は2回入って歌いましょうね。はい、では行きます。トゥバさんが三振です。最後ですね、皆さんからまた一言ですね、メッセージ言って終わりたいと思います。じゃあ CM 入ります。あ、これ今日初めて歌ったんですか。今日初めてですか。ですよね、ラジオで。あ、そうなんですか。FM ギノワンではよくやってます。あ、ここでは初めてで、うん、FM ギノワンでやったんですよね。宮原さんも、宮原さんもやってますね。宮原さんでした。あくばしがあるじゃないどちらも、はい、
合わせ公民館で歌ってもらって、この歌でガラッと雰囲気が良くなる。ああ、そうですか。具志堅さんの歌声で魅了されて、10曲ぐらい歌いますんで、練習してます、ね。場の雰囲気を変える。そうですね。いや、こう和んでなんか一体感が出てきますよね。今日朝もうずっと夜までチームガラザ節が流れてる。そうですよね。次あの上原さんからまたお願いして、あの本家本元 の、 あのそうですね、予選愛子さんを来てもらいましょう。すごいことです。そうですね。ただいまの時刻10時47分になりました。 FM 小座のスタジオからカララジオ生放送でお送りしております。はい、エンディングの曲はニーナ・シモンさんで I shall be released っていう曲です。はい、先ほどね、チムガナサブシを皆さんで歌ったのですけども、とても気持ちよかったですね、みんな歌えて。、はい、はい、佐川さん、あ、はい、なぜ認知症サポーター養成講座の講師をなさっているかっていうのをですね、その動機っていうんですかね、はい、ぜひお聞かせ願いたいなと思うんですが。ありがとうございます。はい、実はあの講師のことを先ほどキャラバンメイトって呼ばれてるんですけど、そのキャラバンメイトの中でも、看護師、介護福祉士、あるいはケアマネージャーっていう、そういう専門職以外で講師をするっていうのは実は数が少ないんだと思います。私は実はそのどちらでもないんです。いわゆる、事務方で、どちらかといったらもう何でも嫌ですね、うん、っていうところなんですけれども、うん、キャラバンあのメイトということで認知症サポーター養成講座の講師をこう務めているんですけれども、私の思いがありまして、認知症というのは脳の病気なんですけど、他の病気に比べて、もう治らない、先ほど不治の病という表現を しましたけれども、そういう病気です。今は薬がありますので、なんとかその薬で、進行を少し穏やかにしていくということはできるんですけど、でも完全に治すことは残念ながら今の医学ではできません。で、例えば、少し考えてみてください。がんという病気に自分がなりました。早期発見、そのメリットはもちろん早めに発見すると、それを、治療することによって、こう延命できる、治療せずに、簡単に済むことができる。じゃあ認知症の場合、治らないのに早期発見、皆さんどうでしょうか。もうあなたは、治らない病気になりました。かつてレーガン大統領がアルツハイマー病ということで、こうメッセージを送りました。私はこれから暗闇の中に進んでいきます。で、あれから彼はどうしたんでしょうか。そのことはわからないんですけど、やっぱり自分に不治の病であると宣告されると、やっぱり絶望で、それを少しでも和らげるっていうのは地域を作ることだと思ってるんです。早期発見することで、私は認知症でも、こういう場所に行けば私の居場所があるんだ、こういう地域で支えていけるんで私は認知症になっても安心するんだ、であちこちで私も認知症なんです、
というような方々がいたら、その認知症の方々とのつながりというのを、そういう持つことができるんだという、そういう、こう沖縄市になれば安心できるな、それには認知症のことを理解してくださるたくさんのサポーターがいないとどうしても前に進んでいかないというふうに思っています。認知症の方が安心して地域に住んでいくっていうのは、不治の病であっても地域で支えていく、家族だけでは厳しいけれども、地域でみんなで温かく私は見守られている、本当に言葉だけではなくて実感できるような沖縄市にしたいなっていうようなことで、その活動をしているっていうところです。でそのために、私の、NPO 法人気づきの、活動もまたそういう事業もあるっていうところで、こうしてまたラジオにも出させていただいているということになるわけです。うん、しい、ありがとうございます。やっぱり、はい、ないコメントがちょっと、はい、素晴らしいです。今日とても勉強になりました。ありがとうございます。本当に読んでいただいてありがとうございます。もっとですね、こういった認知症のサポーターの方たちがこの沖縄市でも、まあ、全国でも県内でも増えていけるように、はい、頑張っていきましょうね。はい、ではコメント、最後にですね、一言ずつ皆さんからお願いしたいと思います。上原さん、はい、今佐久間さんのお話聞いてですね、そういった思いを持っている方々をこう地域でつなげていくというんでしょうかね、そういったこれもぜひ社協でですね、まあ、応援というか、やっていきたいので、ぜひ今後も佐久間さんもよろしくお願いしたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。コメントさん、今日佐久間さん、大森さんの話とても勉強になりました。大変ありがとうございます。で、デイサービスのも、このサポーターもどんどん増えていって、沖縄市のデイサービスとか高齢者施設もたくさんあると思う。そういう方々も一緒になって協力し合いながら沖縄市を作っていければなと本当に思いました。今日大変ありがとうございます。そうですね。そういう専門職の応援がなければ進みませんので、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、おどまりさんどうぞ。はい、そうですね、今回は認知症サポーターについてのお話だったんですけれども、やはり沖縄市も認知症になっても安心して地域で暮らせるようにっていうまちづくりを目標にしていますので、サポーターがたくさん増えることを私たちもこう頑張っていますので、皆さんの協力が必要になってきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、佐久川さん、はい、今日は本当に嬉しいですね。この小さな集まりでも行政がいり、企業が、そして専門職がおり、そして社協がいり、もう本当につながりですね、こういうつながりが広がっていったら嬉しいです。その、架け橋に私も少しでもお役に立てればと思っています。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、佐久川さんお願いします。はい、やっぱりサポーター養成講座、私も、1年以上前にちょっと受けたんですけど、まあ、それを人にサポーター養成講座で受けてどんなものだったって聞かれた場合にですね、ちょっと今自分で思い返すと、ちょっと説明できない自分がいるなっていうのに気づいたので、また、機会があればですね、また何回でも受けられると聞いたものですから、ぜひ受けたいなと思いました。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。トゥバさん、最後に。そうですね、100年後には認知症って何だったとこの病気って何の病気だったっけというような、認知症という病気がですね、もう100年後にはなくなってたらいいなという思いがありますね。ぜひ今は認知症と戦っているんですけれど、いずれこの病気がなくなっていくということを期待しています。はい、はい、ありがとうございました。はい、この番組はデイサービスセンターシオン、株式会社国健システム、 au ショップネーブルカデナ店、有限会社ケーテル沖縄、ソフトバンクネーブルカデナ店、中野町店、イオンモール沖縄、ライカム店、FM 小里、沖縄県認知症行方不明者
家族の会、そして沖縄ハンズオン NPO の協力でお送りしました。はい、今日のゲストは NPO 法人気づきから作川さんと沖縄市役所高齢福祉課から大泊さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。